第20位。2012年2月1日、岩崎書店より刊行。902ポイントを獲得。いるのいないの。おばあさんの住む古い家でしばらく暮らすことになった。家の暗がりが気になって仕方ない。京極夏彦と町田直子が腹の底から怖いを引きずり出す。第20位は「いるのいないの」です。第19位。2010年7月24日、角川書店より刊行。1054ポイントを獲得。西の公設百物語。全4作から趣を変え、又一の悪友もやふねの林蔵へ主役を交代し、作品の舞台も上方へと移る。人が生きていくには痛みが伴う。人の数だけ痛みがあり、痛むところも痛み方もそれぞれ違う。大阪を舞台に、明確な悪意ではなく、それと知れず病んだ心が引き起こしてしまうがゆえに恐ろしい事件を描く。さまざまに生きづらさを背負う人間たちの業を、又一の悪友林蔵が鮮やかな仕掛けで解き放つ。第19位は西の公設百物語です。第18位。2001年6月1日、徳間書店より刊行。1259ポイントを獲得。ルーガルー忌避すべき狼。21世紀半ば、清潔で無機的な都市、仮想的な均一化した世界で、14から15歳の少女だけを狙った連続殺人事件が発生。リアルな死に少女たちは覚醒した。戦いが始まった。読者からの応募による未来社会の設定を盛り込んだ画期的な双方向性インタラクティブ小説。第18位はルーガルー忌避すべき狼です。第17位。2010年5月15日、講談社より刊行。1633ポイントを獲得。死ねばいいのに。人の心ほど深く暗いものはない。京極夏彦が紡ぐ究極の謎、ミステリー。死んだ女のことを教えてくれないか。無礼な男が突然現れ、私に尋ねる。私は一体彼女の何を知っていたというのだろう。問いかけられた言葉に、暴かれる嘘、さらけ出される業、浮かび上がるむき出しの真実。人は何のために生きるのか。この世に不思議なことなど何もない。ただ一つあるとすればそれは。第17位は死ねばいいのにです。第16位。2007年4月1日、角川書店より刊行。1646ポイントを獲得。先の公設百物語。時は江戸末期、上方で下手を打ち、江戸に流れて駆け出しのすごろく売りとなった又一と林蔵は、ある一軒から損料や閻魔屋に拾われることになる。そこに届く依頼を解決するため、所属する都政仲間らと共に妖怪から栗の数々を江戸に仕掛けていく。第16位は先の公設百物語です。第15位。2003年12月1日、角川書店より刊行。1853ポイントを獲得。後の公設百物語。舞台は食公設百物語からさらに時代が流れた明治10年。東京警視庁一等巡査矢作健之進が持ち込む奇妙な話や事件を笹村与次郎達友人は協力し解決を試みる過程で、毎度のようにやげん堀の一泊翁のもとを訪れ知恵を借りる。彼らは老人がかつて体験した奇妙な体験談を聞くうちに、現在追っている事件の謎を見つけ出していく。第15位は後の公設百物語です。第14位。2006年9月1日、講談社より刊行。1869ポイントを獲得。邪味の雫。殺してやろう、死のうかな、殺したよ、殺されてしまいました、俺は人殺しなんだ、死んだのか、自首してください、死ねばおしまいなのだ、人殺しは報いを受けねばならない。昭和28年夏。江戸川、大磯、平塚と連鎖するかのように毒殺死体が続々と。警察も手をこまぬく中、ついにあの男が登場する。よこしまなことをすると死ぬよ。第14位は邪味の雫です。第13位。2001年5月25日、角川書店より刊行。1930ポイントを獲得。続公設百物語。無類の不思議話好きの山岡桃介は、殺しても殺しても生き返るという極悪人の噂を聞く。その男は斬首されるたびによみがえり、今3度目のお仕置きを受けたというのだ。ふとした好奇心から男の生首がさらされている形状へ出かけた桃介は、山猫回しのお銀と出会う。お銀は生首を見つめ、まだ生きるつもりかえとつぶやくのだが、狐シャイ、野鉄砲、飛閻魔、闇にびっしりはびこる愚かで悲しい人間の悪行は、奴らの妖怪から栗で裁くほかない。小悪党怨行の又一一味の仕掛けがますますさえ渡る、奇想と哀説のあやかし絵巻第2弾。第13位は食公設百物語です。第12位。2003年8月1日、講談社より刊行。1972ポイントを獲得。おんもらきの傷。白樺湖畔にそびえる洋館鳥の城は種の5度目の婚礼を控えていた。過去の花嫁は何者かの手によってことごとく初夜に命を奪われているという。花嫁を守るように依頼された探偵榎木津礼二郎は小説家関口辰巳と館を訪れる。ただ困惑する小説家をよそに館の住人たちの前で探偵は叫んだ。おお、そこに人殺しがいる。第12位はおんもらきの傷です。第11位。1998年3月1日、講談社より刊行。2243ポイントを獲得。塗り仏の宴、宴の支度。昭和28年春、小説家関口辰巳のもとに奇怪な取材依頼がもたらされた。伊豆山中の集落が10人ごとに忽然と消え失せたのだからという。調査に赴いた関口に郷土史家を名乗る和装の男が嘘ぶく。世の中には不思議でないものなどないのです。男が現出させたこの世ならざるかい。関口は異空間へと誘われるのか。6つの妖怪の物語で宴の支度は整い、その結末は始末にて明らかとなる。第11位は塗り仏の宴、宴の支度です。第10位。1998年9月1日、講談社より刊行。2328ポイントを獲得。塗り仏の宴、宴の始末。昭和28年、ラジオを殺害して木に吊るすという事件が蓮台寺温泉で発生。その犯人として逮捕されたのは、当時世間を騒がせた猟奇犯罪にことごとく関係者として連なっている作家関口辰巳だった。関口は言う。多分僕がやった。僕が木に吊るして逃げるところを自分で見ていたのだから戸惑う捜査陣。事態を混乱させるがごとく街にあふれる奇怪なる宗教集団宴の始末はいよいよ本書にて明らかになる。第10位は塗り仏の宴、宴の始末です。第9位。2004年7月1日、講談社より刊行。2390ポイントを獲得。百鬼つれづれ袋風探偵小説。調査も捜査も推理もしない、ただ真相あるのみ。眉目秀麗、腕力最強、天下無敵のバラ十字探偵榎木津礼二郎が関わる事件は必ず即解決するという。探偵を陥れようと下僕の増田や元島らに仕掛けられた巧妙な罠。榎木津は完全粉砕できるのか。天才の行動力が炸裂する五徳猫雲外鏡年齢記の3編。第9位は百鬼つれづれ袋風探偵小説です。第8位。1997年6月1日、中央公論社より刊行。2583ポイントを獲得。笑う伊右衛門。本作の四谷怪談を京極独自の解釈でアレンジされており、大まかな設定を除くと全くの別物となっている。お岩は毒を盛られて醜くなったという設定が大きく変化しており、お岩は伊右衛門と出会う以前からすでに病によりすでに醜くなっていたという設定から物語が始まっている。そして伊右衛門もまた理不尽な離縁が迫られたことや、伊藤家の策謀に翻弄されながらお岩のことを愛し続ける正義心の強い男として書かれている。第8位は笑う伊右衛門です。第7位。1999年8月1日、角川書店より刊行。2890ポイントを獲得。公設百物語。時は江戸、巷の闇の色は濃い。その闇を縫うようにあやかしたちの姿がほのかに立ち上る。小豆洗い、白象巣、舞首、芝右衛門だぬき、潮の長寿、龍女、片平辻。それは幻か幻か、それともとその刻小股潜りの又市の鈴がひそやかになり、山猫回しのお銀甲物の桃助ことぶれの治兵衛の姿が現れる。怨霊フェンためいつの世も不可解な事件は決して後を絶つことがない。第7位は公設百物語です。第6位。1999年11月1日、講談社より刊行。2904ポイントを獲得。百鬼つれづれ袋雨探偵小説。救いようのない八方塞がりの状況も、国際的な無理難題も、判断不能な怪現象も、すべてを完全粉砕男。ご存知、探偵榎木津礼二郎、下僕の関口、増田、今川、伊様を引き連れて、さらには京極堂、中禅寺明彦さえ引きずり出して、怪盗乱魔の大暴れ。不可能状況を打開する力技が炸裂する3本の中編。第6位は、百鬼つれづれ袋雨、探偵小説です。第5位。2006年9月1日、講談社より刊行。3719ポイントを獲得。胸骨の夢。胸骨は異中の白骨なり、ドクロの見せる幻、骨の記憶を刻意の男が解き明かす。第5位は胸骨の夢です。第4位、1996年1月1日、講談社より刊行、4650ポイントを獲得。鉄礎の檻。産めの夏、事件の後、久遠寺義親は東京を離れて箱根山中の旅館千石楼に居候する。昭和28年2月、骨董商の今川正純は妙慶寺の僧侶との商談のために千石楼にやってくる。また飯窪清衛、中禅寺敦子、鳥口守彦は妙慶寺を取材するために千石楼に到着する。彼らの眼前に突然足跡もなく僧侶の他殺死体が出現する。また別ルートで中禅寺昭彦と関口辰巳も箱根入りしていた。中禅寺は古書鑑定のために外出し、関口は宿で歌う幽霊少女やネズミの僧の怪異談を聞く。千石楼は死体発見で騒然となり、警察が呼ばれるも、久遠寺楼は独断で探偵榎津礼二郎に連絡してしまい、混乱を恐れた鳥口は関口を千石楼に連れていく。被害者は妙慶寺の僧侶と判明し、取材班と警察は寺入りする。だが2人目の僧がさらに殺され、別の僧桑田恒信は次は自分が殺されると怯え出す。第4位は鉄礎の檻です。第3位、1996年11月1日、講談社より刊行、4910ポイントを獲得。女郎雲の断り。私の情婦だから、これは男にとって女に言われる最上の言葉だが、大概の男は一生に一度もこのセリフを聞くことはない。なぜならこのセリフを吐き出す女こそ性悪な女だからだ。そして性悪女の美しさを大概の人は知らない。彼女たちがどれほど怪しい女なのか、この作品はそれを教えてくれる。女郎雲の断りには主題はあるがメロディーはない。登場人物は全てパートであり、それらが実に巧みにアンサンブルしている。第3位は女郎雲の断りです。第2位、1995年1月1日、講談社より刊行、8539ポイントを獲得。毛量の箱。箱の中には綺麗な娘がぴったり入っていた。箱を祀る奇妙な霊能者、箱詰めにされた少女たちの獅子、そして巨大な箱型の建物、箱をめぐる巨妄が美少女転落事件とバラバラ殺人を結ぶ。探偵榎木津、分子関口、刑事木原が皆事件に関わり京極堂のもとへ。果たしてつきものは落とせるのか。日本推理作家協会賞に輝いた超絶ミステリー妖怪シリーズ第2弾。第2位は毛量の箱です。第1位、1994年9月1日、講談社より刊行、8883ポイントを獲得。産めの夏。梅雨も明けようという夏のある日、関口辰巳は古くからの友人である中禅寺昭彦の家を訪ねるべくめまい坂を登っていた。関口は最近耳にした久遠寺家にまつわる奇怪な噂について、京極堂ならばあるいは真相を解き明かすことができるのではないかと考えていた。関口は20ヶ月もの間子供を身ごもっていることができると思うかと切り出す。京極堂は驚く様子もなく、この世には不思議なことなど何もないのだよと返す。久遠寺京子の夫で関口らの知り合いである牧雄の失踪、連続して発生した英治死亡、代々伝わるつきもの筋の呪いなど、久遠寺家にまつわる数々の事件について人の記憶を見ることができる超能力探偵榎木津礼二郎や京極堂の妹である編集記者中禅寺敦子、東京警視庁の刑事木場周太郎らを巻き込みながら事態は展開していく。さらにこの事件は関口自身の過去とも深く関係していた。牧雄の行方、妊婦の謎、久遠寺家の闇、すべてのつきものを落とすため、拝みや京極堂が立つ。第1位は産めの夏です。